なかなかこう特徴のある景色っていうのが結構そんなに多くなくて、ここはちょっと独特な、すごい独特な景色なんで、ハイウェイ横の、ちょっとした休憩所ですね。なんかね、アメリカつかアラスカ入ってからね、ロードサイドにゴミ箱が設置してあるところが本当に少なくて、だからその分ね、ちょっと、ゴミ捨てとかもね、正直ある。これなんつうんだろう、こういう巨大な砂底の、なんていうの、川、広大な川、こういう場所って結構なんつうんだろうな、あんまり見られない景色なんじゃないかな。ちょっと 2.5 倍でもう一回、こういう感じっすね。ただなんていうのかな、この川沿いにサーモンの死骸だったりとか、あとサーモンの雰囲気はまだない感じ。こういったなんかベリー系のやつなのかな。アラスカには入ったんだけど、また寄り道癖で、アンカレッジ、南にあるアンカレッジじゃなくて、ちょっと北にあるフェアバンクスっていうのがどういうものか見てみたくて、今、北に向かってる状態ですね。一応最後に360度くるっと回って終了します。なんか雰囲気は今のところすごい静かですね。川は、さっきのウルトラ広い川の下の方から見てる感じですね。遠くも川、近くも川、流れ超速いっす。これ助からない系リバーっすね。怖え、全然見えない。